アニタス・タップス、アニータス・タップス1961年4月5日体はオランダ出身の柔道選手。現役時代は6 1ラム級7 2ラム級の選手。柔道は8歳の時に始めた。1974年のイギリス国際4 8ラム級ではわずか13歳にして3位となった。その後、階級を上げ続け、 1980年にニューヨークで初開催された世界選手権では19歳にして 61kg 級の初代チャンピオンとなった。さらにその後も階級を上げ続け、1982年の世界選手権では 66kg 級で三位となると、1984年の世界選手権では 72kg 級で三位となった。百八十六年に 地元、オランダで開催された世界選手権では、1階級下げて 66kg 級で、再び3位となった。その後引退した。1996年になると、現役時代にコーチだったペーターをオームスにセクハラを受けていたとして、同じくオームスの指導家にあって、セクハラを受けていたというイレーネ・例ル・コック及びモニク・ファンデリーと共に、その件を公に告発した。 裁判では、ドゥコック及びファンデリーに対するセクハラが認定されて、オームスには4ヶ月の執行猶予処分と180時間の社会奉仕活動が言い渡された。また、オランダ柔道連盟は、オームスに対して1996年から3年間にわたって、高知資格を停止処分にした。 六十一キログラム級での戦績、六十六キログラム級での戦績、七十二キログラム級での戦績、六十六キログラム級での戦績。ありがとうございます。